おしゃべりしていきたいなと思っている私です。なんだそりゃ。はい、時刻はですね3時33分に回ろうとしております。この後ね、4時まで30分間皆さんどうぞ最後までお付き合いください。今日のテーマは印象に残った言葉、印象に残った言葉、誰かに言われた言葉でもいいし、本で読んだ言葉でもいいし、何かずっと心の中にあの人が言ったあの言葉、あの本を読んで残っているあの言葉が残っているなっていうのがあれば私に教えてくださいね。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653 098-934-8653 番です。ツイキャスユーストリームでも、生配信しておりますのでメッセージどんどんお寄せくださいね。早速、ツイキャスでメッセージが来ておりますね。リスさん、メグ何やるのと来てますね。はい、私の番組が始まります始まってます。めぐみかんのフリーライフという番組ですよ。リスさんね、いつもコメントもいただいてますがありがとうございます。このね、めぐみかんのフリーライフという番組にもメッセージお寄せいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。アッキーさん来てますね。めぐちゃん、今日も30分緊張しないように頑張ってね。ただいま3時じゃしながら聞いてますということです。ありがとうございます。そうですね、相変わらず緊張は抜けない私ですけれども、皆さんのこのコメントに助けられながら、リラックスしながらね、はい、お届けしていこうと思いますよ。はい、アッキーさん、めぐみかんの番組ですって教えてくれてますね。ありがとうございます。あ、リスさんメッセージ早速来てますね。印象に残った職務質問は、君日本の人職務質問か、それもまあ言葉っちゃ言葉だよね。確かにね、君日本の人、どこの人と思われてたんでしょうねいやー、ちょっと印象に残るっていうとはまたちょっと違うような残り方があるのかな、なんだろうねはい、こういう感じで、印象に残った、まあ、質問でもいいですかね。はい、言葉全般お待ちしております。それでは、本日のオープニングナンバー参りましょう。本日のオープニングナンバーは私、また大好きなバンドバンボーブチキンのナンバーから、私もねこの曲とっても大好きなんですけども、この曲をおかけしていきたいと思います。バンボーブチキンでハッピー。
お送りしましたのはバンプオブチキンのナンバーでハッピーお届けいたしました。さてこの曲なんですけれども、まあ私が大好きなバンプオブチキンのナンバーと言いましたが、まあ、ハッピーという曲もね、この曲がもちろん好きっていう理由で書けたっていうのもあるんですけど、今日のテーマ、印象に残った言葉、心に刻まれた言葉、あなたの心に刻まれている言葉は何ですか？誰かに言われた言葉、何かの本に書いてあった言葉、何か番組を見て番組を聞いて心に残った言葉、皆さん何かありますか？ありましたらメッセージお願いします。 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。早速ですが、ツイキャスの方でねコメントがちょいちょい来てますので、はい、紹介していきますね。ちょっとねテーマとは外れるんですけど、アッキーさんが昨日、カラオケ大会出たらよかったのによほうと来てますね、かっこ笑いと。はい、昨日ですね、昨日どこだったっけ、コリンザ、あの中央パークアベニュー突き当たりのところにある沖縄市のコリンザというなんていうのかな、あれはね建物があるんですけど、その3階にある小劇場アシビナーというところがあります。そちらで、コザ街中カラオケ大会というものがありまして、でそれにね、FM コザのスタッフのゆきさんと、早見さん、泉さん、この3人が出場したということで応援しに行ってきました。ゆきさんのね曲は歌は聞けなかったんですけど、早見さんと泉さんのね、あの UFO ピンクレディ2人が踊って歌っていた UFO は
バッチリ見ました。最高でしたね。とっても楽しかったですね。なんていうのかな、本当に他の人もレベル高くって、もちろんエンターテインメント性もあるし、歌うまいっていうのもあるんだけれども、見てて本当に飽きないっていうか、いろんな、ね、なんていうのかな、いろんな出し物って言ったらおかしいけど、例えば、最近ね、流行っていたあけみちゃん、エレキテル連合のね、ダメよダメダメのね、あけみちゃんの格好をした人がこの顔をねちゃんとメイクしているんだけど、本当にとっても上手い人がいました。一旦 CM です。はい、あ、すいません CM じゃなかったね、ごめんなさい。続いてですね、すいません、続いてツイキャスもう一回、紹介していきましょうね。はい、エッキーさん、いい曲だねーと来てますね。さっきバンプオブチキンのねハッピーという曲をかけましたけれども、いい曲、本当にねいいよね、本当にね、今一回かけただけだったんだけれども、また改めて、聞き直してもらいたい曲です。そして、リスさん、印象に残った安藤美姫さんの言葉は、やらなかった後悔よりやってから後悔したい。どっちも後悔だなと来てますね。確かに、あ、これ安藤美姫さんの言葉だったのかな。うん、よく聞いてましたねその時は。やっぱりね、後悔するならやって後悔した方がいいよってことだよね。やらなかったら、あの時やっとけばっていう後悔は残るけど、やって後悔したらもう やれるだけやったからしょうがないっていう風に割り切れるっていうのもあるのかななんて思ったりもします。うん、とってもいい言葉だと思いますね。私も大好きな言葉です。そして、こんなもんかな。はい、で私の話ですけれども、私が印象に残っている言葉、これはね、私がね、いつだったかな、高校生かな、5年6年ぐらい前の話になるんですが、一冊の本に出会ったのがねきっかけというかですね、ツイキャスとユーストリームにを見てくださっている方にはちょっとお見せしてるんですが、幸せ名語録という本があります。文庫本ですね。はい、で幸せ名語録って書いてあるんですけど、この幸せの部分はハッピーと英語で書かれています。でハッピーって書いて幸せって読む感じですね。うん、でサブタイトルが一瞬で人生が変わると、ピンクの文字で書いてる本になりますね。うん、で私がこの本を手に取ったきっかけはね、あんまり覚えてないんだけれども、その時ちょっとそういう自己啓発じゃないけど、こういう人の名言だったり自己啓発の言葉だったりっていうのを、求めていた時期だったのかななんて今は思っているんですけれども、で実際その本を手に取って、で一番私がこの本の中で印象に残った言葉があります。これはね、それは河本ひろとさん、クロマニョンズだったりね、っていう方で、活躍しているミュージシャンですけれども、この方の名言があります。幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃ。どうですか皆さん、もう一回言いましょうね。幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃ。はい、この言葉です。この言葉はね、当たり前って素晴らしいっていう章になるんですけど、この節というか章のね中に入っている言葉なんですけれども、やっぱり何でも当たり前って思ってると、どうしても幸せって感じにくいのかなって思ったりもしますね。例えば、まあ
まあ、ざらに言うと、まあ、目が見えるとか耳が聞こえる歩けるっていうね、まあ五体満足だったらまあ普通のことというかね、そういうことを改めてね、ああこれが幸せなんだなっていうことを感じられるのかななんて思ったりします。もちろんね、そういう感じで、なんていうのかな、自分を蔑むとかそういうことではないんだけど、目を見えてない人とか耳が聞こえない人がいるから自分はこんだけです、なんていうのかな、こんだけでも幸せなんだっていう脅迫観念に近いような、追い詰めるような感じではないんだけれど、なんかああ幸せだなってぼんやりでもほのぼのね思ったりすることも大事なのかな、なんだろうな、うん、っていうのを感じさせてくれた言葉です。河本ひろとさんの幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃ、この言葉ですね。とっても心に響いて、その時別にね病んでたとかそういうことじゃないんだけど、うん、やっぱ幸せって手に入れるもんじゃないっていう感じなんでしょうね。なんだろう、やっぱ心、この事実ではなくて心が大事なんだなって感じる言葉でしたね。本当にねこの言葉に出会ってすごい、なんか考えさせられることがいっぱいあって、今までの人生っていうと大げさになってしまうんですけれども、はい、そういうのを考えさせられた言葉でもあります。ということで私の印象に残った言葉がこの言葉でした。はい、で、こちらで、ここでメッセージが来ております。ラジオネームマロダンさんですね、ありがとうございます。メグさん、いつも不真面目なメッセージ専門でおなじみのマロダンさんでございます。そうでしたっけ、 不真面目でしたっけ、そうですかね、はい、珍しく真面目なメールですが、座右の銘は念願は人格を決定す、継続は力なりなのです。お、なんとも重いじゃないね、すごい重みのある言葉ってことですね。はい、重みのある言葉ですね。昔テレビである歌手の方が先生にいただいた言葉で大事にしているって話をしてたんです。当時中学生の自分でもいいなって感銘を受けて大事にしてきました。やりたいことはやらなきゃ損、やり始めたらとことんやらなきゃ、というメッセージが来ております。マラダンさん、ありがとうございます。はい、そうですね、念願は実覚を決定す、継続は力なり、 それぞれねとても、有名というか、ね、特に継続は力なりっていうのは小学校だったりね学校とか、というところでもいろいろ聞いている言葉ですけれども、念願は人格を決定すっていうのがあんまり耳なじみなくてね、すいません、ちょっと特に意味がこういう意味なんだよっていうのは説明できないんですけど、私の口からは。でもなんとなくね、この言葉の字面というか言葉からはなんとなく察しはつくのかな、察しはつきますけれども、なるほどね、座右の銘いいですね。念願は人格を決定す、確かにね、なんかやっぱり思いは人格を、なるほどね、なんとなく分かった気がしますこういうね、難しいけどね、こういう 熟語ではないけどこういう言葉があるっていうのはね、なんとなく、こういう言葉なんだ、確かにね、こういうテレビである方がね言っていたということですね。そっか、いいですね。やっぱ継続は力なりってよく聞きますもんね。私も継続は力なりって大事にしてるつもりなんだけど、どうしても
三日坊主で終わっちゃったりするもんですから、うん、改めて大事にしたいなと思います。それではもう一曲いきたいと思います。本日の2曲目、さっきのね本ハッピー名語録と書いて幸せ名語録と読むよと言いましたけれども、またハッピーつながりで、ハッピーといえばこの曲かなと思います。ホレル・ウィリアムズでハッピー。お送りしているナンバーはホレル・ウィリアムズでハッピーをお送りしております。それではこの曲に乗せてエンディングになりますね。今日のテーマは印象に残っている言葉でした。いろいろね皆さんいろいろ考えてねメッセージも送ってくれましたけれども、皆さんメッセージありがとうございました。また来週このお時間にお会いしたいと思います。この後4時からはね、いつも、4時からはね月曜日から金曜日はモーリーさんのアジラジがアジクーターラジオが始まりますけれども、今日はちょっと一風変わったアジラジが聞けるかなと思いますね。誰だ、誰が喋るんでしょうか。はい、隣にいますけれども、はい楽しみにしていてくださいね。めぐみかんのフリーライフ、今日もお相手は、池城めぐみでした。また来週この時間にお会いいたしましょう。それではさようなら。